ルイ・フランソワ・ド・ブーフレールルイ・フランソワ・ド・ブーフレールは、フランス・ブルボン朝の貴族、軍人、カニー伯、ブーフレール公。フランス軍に入隊して1663年に、マーシャル包囲戦に参加、1669年に、竜騎兵隊長に任命され、オランダ侵略戦争では、フランソワ・ド・クレキ元帥の軍に属して1670年に、ロレーヌ公国を占拠した。次に、トゥレンヌ元帥のもとに、転向、1675年に、トゥレンヌが戦死した時に、軍の背後を固めて退却した。戦後は、順調に昇進を重ね、大同盟戦争で軍の指揮官を任されるほどになった。1688年に、マインツを攻撃した後は、モーゼル川流域で、転戦、1690年のフルーリウスの戦い直前で、南ネーデルラントで同盟軍と対峙したリュクサンブール公に援軍を送り、1691年のモンサ包囲では負傷しながらも陥落させ、1692年にはナミュールも奪い取り、翌1693年ではステンケルケの戦いの後にリュクサンブールの救援に赴いた。これらの戦功が認められ1693年に元帥に昇進。1694年に公爵に叙爵された。1695年にナミュールの守備を任されたが、イングランド王権オランダ総督ウィリアム3世とバイエルン選帝公権ネーデルラント総督マクシミリアン2世に落とされ、捕虜となった。解放後は、イングランドオランダと交渉、ウィリアム3世の側近ポートランド伯と共に1697年のレースウェイク条約締結に貢献した。スペイン継承戦争では、マクシミリアン2世の内通により1701年からネーデルラントへ駐屯、ベリック公、タラール伯を従えて、ケルンからオランダを攻めようとした。しかし、イングランド軍司令官マールバラ公、ジョン・チャーチルの機動戦略に翻弄され、マース川流域の都市を次々と落とされ、戦線をアントワープから、ナミュールまで後退させたため、1703年にイタリア戦線から送られたビルロワ公と交代、ビルロワの指揮下で引き続きネーデルラントを転戦したが、エケレンの戦いで勝利した他に戦果を上げられず、後方へ回された。1708年7月にアウデナールでの戦いで、マールバラ公とオーストリア軍の将軍プリンツ・オイゲンがバンドーム公、ブルゴーニュ公ルイ率いるフランス軍に勝利すると、リール包囲に向かった。ブーフレールはリールで3ヶ月以上耐え抜いたが、周囲の都市が同盟軍に落とされるに及んで降伏、パリへ帰還した。1709年に入り、フランスに危機が迫ると、自ら志願して、ビラールの配下として、同盟軍を迎え撃った。途中で負傷したビラールに代わって、指揮を取り、整然と撤退して、被害を最小限に抑えたため、フランス軍の損害は同盟軍の半分で済んだことをビラールと共に称賛された。1711年、フォンテーヌブローで67歳で死去、息子のジョゼフ・マリーが爵位を継いだ。ありがとうございます。